はい、今ね、シンガポールにいます。シンガポールで車を観察してるんですけど、車、まあ、基本的に、まあ、世界を、ね、かなり日本車多いんですけどね、その中で、まあ、今回まだ前回と同じように、報告させていただくのシティ、ホンダのシティね。で、これ日産のキャスターというトラックです。で、アルファードが私にあって、その後スズキのスイフト、あとはトヨタのハイエースでしょうね。あと BMW なんかもありますけど、そこも日産車で、ホンダのフィットで、そちらもホンダ、結構最近ホンダが伸びてるんですよね、このアジアで ね。ただまあ、この H、これホンダと間違える人いるんです。結構海外の人、ホンダの関連会社かなと思う人いるんだけど、これ見つけてそうだけど、実はその、まあヒュンダイです、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、三菱が最初、まあ援助していた会社ですね。で、三菱が最初シグマとかね、実際現地で合弁で作って持ってって現地の名前で売ってたわけです、ライセンスね。で、その中で、まあ日本の資金、技術が入ってね、いたわけだけど、まあ、これまだ日産ですけど、この中で、まあ、今ね、少しずつ世界に、まあ、このヒュンダイの、増えてきてはいるんだけど、まあ、それでも全然少ないですけどね。まあ、日本のおかげっちゃおかげなんですけど、最初は H っていうのは、まあ、ヒュンダイ、まあ、最初やっぱりあんまりね、いい印象なかったですからね、韓国というね。その中でやっぱりホンダの関連会社だと思わせることによって、まあ、いわゆる市場シェアを、ね、市場に浸透していく日本車というのは安心安全頑丈丈夫という印象がありますので、それで、だん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 ホンダのシェアを伸ばしてきたのはあります。だから日本のおかげなんですよね、正直な話ね。ただまあ、それとしても、まあ、日本車はやっぱりまだまだ多いです。だから日本の会社も結構ありますからね。